どうも、こんにちは、クリームです。それでは今回も早速やっていきたいと思います。今回ダイダークという漫画紹介したいと思うんですが、こちら前回紹介したのがドロヘドロという漫画でしたけど、同じ作者になってるんですね。林田久さんが書いた、どちらも漫画になってるんですけど、ドロヘドロの方は23巻出てもう完結してるんです。で、こちらのダイダークの方はまだ 1巻と2巻しか出てないんですね。まあ、もうすぐで3巻あたり出れると思うんですけど、まだ始まったばかりの漫画になってます。で、このダイダークという漫画、ドロヘドロと結構ね、似たような世界観もあるんですけど、こちらはね、宇宙が舞台になってるんですよ。広い広い宇宙が舞台になってる。だから話のスケールもね、結構大きくてワクワクするようなことが多いんですよ。まずね、物語始まるの。あるね、結構若い少年が、少年、青年が、宇宙服みたいなのを着てるんですけど、宇宙にね、もう血だらけで漂ってるんですよ。気を失った状態で。ああ、リックみたいなの背負ってるんですけど。で、ある船がね、それを見つけて、その血だらけの男を回収するんですよ。で、その船、なんかちょっと、あんまり良くない仕事をしてるような感じ、海賊船のような感じではあるんですけど、スペース海賊みたいな感じの、あるんですけど、その船のボスがね、頭3つあるんですよ。いきなり。頭3つあって。他の人間に、あれあれこれあれ、いろいろ命令してるんですよ。けど、その男調べてみてね。あ、この荷物。はい。まさかと思って。他の人間をね、全員追い出すんですよ。全員、お前どっか行きそこも俺だけにしろって。いろいろ調べ始めるんですよ。この男が持ってる荷物。荷物って言うんですよ。なぜか荷物じゃなくて荷物って伸ばすんですけど、この、世界のものは荷物になってるんですね。この闇の力を秘めた荷物。この闇の力ってのも重要になってくるんですよ。まさかこの荷物は、じゃあこの荷物を持ってるってことは、この男はまさかザハ3個だってことがわかるんですよ。このザハ3個っていう、この血だらけで倒れてる若い少年がね、この物語の主人公なんですよ。このザハ3個、何やらすごい人物らしいんですよ。この男、まさかこの男は、この男の骨さえあれば、何でも願い事が叶うと言われている。そのザハ3個が今俺の目の前に、これで宇宙は俺のものだ。その頭3つの男がね、それぞれ別に話すんですけど、これで宇宙は俺のものだな。3人で話、3人でというか、3つの頭で話してるんですよ。よっしゃ。もうこいつは後で解体するけど、とりあえず冷凍室に、冷凍室にそいつを置くんですよ。で、闇の荷物はね、それはそれで特別らしいんで、闇の荷物は闇の荷物で別のところを置いておくんですよ。で、その日その男は寝てるんですよ。なんかゼリー状のね、これも、この漫画の面白いところで、普通のね、いろんな面白いアイディアが、今ないような科学技術のものがね、いろいろ出てるんですけど、水みたいなゼリー状のベッドがあって、その中でその三つの頭の男がね、寝てるんですよ。で、夜になると、闇の荷物がね、急に動き出して、ね、変形して人型になるんですよ。その闇の荷物の名前が実はあって、アバキアンっていう、特殊な生物らしいんですよ。その生物が、よし。で、冷凍室に行ってね、ザハ3個を起こすんですよ。おい、3個起きろ、3個起きろ、3個起こしてもらうんですよ。3個力強いから縛られてるんですけど、バキッて割って出てこれるんですよ、その冷凍室から。で、これ3個武器として使うのが、なんか闇の皮とか闇の肉とかそういうものがあるんですね。あと闇の骨とかもあるんですけど、それで闇の皮でね、自分から銃弾から身を守ってる。だから銃も全然効かないんですよ、普通の銃だと。それを着たり、あと斧があるんですけど、闇の骨と闇の肉でできた。それで人をね、バッサバッサ倒していくんですけど。で、自分が逃げたことがね、その三つ頭の男にバレて、人がたくさん来るんですよ。あれがザハ3個なのか。みんな、船長がね、ザハ3個って言ったから、あれがあのザハ3個。みんななんかザハ3個の骨を手に入れればね、すごいなんか、ことができるらしいんですよ。何でも願いが叶うと。そんなザハ3個のことをみんな狙うんです。ザハ3個みんな倒すんですよ。で、ザハ3個が武器でね、その相手に切りかかると、肉と皮がバッずるむけて骨だけが取れるんですよ。で、骨だけになる。で、ザハ3個、その骨をね、なぜか集めるんですよ。この骨をサンゴたくさん集めて、ね、あるところに持っていくと、それで代わりに闇の皮とか闇の肉とか、そういう自分の武器とね、交換できたりできる。だから、なんか骨が重要らしいんですよ、この物語。サンゴをたくさん、一般人の骨でもそうやって、なんか武器商人みたいなのがいるんですけど、それに渡すと代わりに何かゲットすることができるんですね。そんなんで、ザーサンコはこの闇の荷物であるアバキアンと一緒に生活してるんですけど、
ずっと二人で生活してるらしいんですけど、物語過去に戻ったりするんですけど、回想みたいな感じで6年前ザハ参考、この時からすでにもうアバキアンと一緒にはいたんですけど、この時大木館という施設にいたんですね。この大木館っていう、まあ人工の星みたいな感じ、すごいでっかい小学校なんですよ。小学校なんですけど、生徒がね200万人いるんですよ。200万人200万このだからスケールがでかいんですね、宇宙だから。この宇宙中のね有力者とか、そういう権力者のね、子供たちだけがいる、そういうすごい優れた設備のセキュリティの場所、それが大木館なんですよ。で、この大木館、大人が一人もいないんですよ。サンコそこにアバキアンがね、頑張って連れて、その時サンコすごい弱まってたんですけど、なんとか侵入して、で、生徒の一人としてね、紛れ込むことに成功したんですよ。で、アバキアンは荷物ってことになってるから、みんなの前では話さないようにし、サンコもね、普通の生徒として名前は返してたんですけど、ザハサンコっていう名前がバレると、もうまずいらしい。この時おそらく、6年前、10歳ぐらいだと思われるんですけど、ザハサンコ。12歳まではここにいられると、アバキアン言ってたんで。多分そんぐらいだと思うんですけど。この時のね、ザハサンコ。もうすでに、自分が、なんかみんなから、宇宙中からまさに狙われてる存在。ってことはなんか理解してるんですよ。自分の名前がバレたら、もうすぐに骨を奪われて、殺されちゃうからね。ってことを言ってるんですよ。この時からなんか知ってるらしい。で、その大木館200万人子供いるんですけど、大人は一人もいないんですよ。じゃあ先生はっていうと、先生はね、コード先生っていう、光の土でコードっていうんですけど、こういうテクノロジーがあるんですよ。そういうので作られた、まあいわばアンドロイドみたいな先生がいるんですよ。人工知能の。で、それは先生たちがいろんなものを切り盛りしてるんですね。で、このコードっていうテクノロジーなんですけど、効力界っていう、これがもう一つ重要な要素になってくるんです。効力界っていう超巨大宇宙エネルギー企業があるんですね。これが重要になってくるんです。この効力界が発明したもので、この光の土って書いてコードっていうのと、あと光の油って書いてこういうってのもあるんです。そういう謎のエネルギーをいろいろ発明して、その大木間の管理もほぼ効力界のね、あのテクノロジーによって行われていると、そういう施設なんですよ。で、この大木間で生活してたんですけど、ある日ね、その大木間の一区画で宇宙病が発生して200人子供が死んだっていうんです。いきなり200人も死んでしまったんですけど、で、その地区は一部閉鎖されてるんですね。もう宇宙広いですから、たくさんの病気がどうやらあるらしいんですね。ですからまだ病気がね特定できてないから、そこ閉鎖してるんですけど、で、3個その大木間にいる生徒たちにはゴフタワっていう、これも効力界のテクノロジーなんですけど、 ID なんか一種のチップみたいなのが埋め込まれて、それで GPS とかにもなって場所もわかる。で、体調の管理とかもそのゴフタワでされてるんですけど、そのゴフタワをなんとか取り出して、で、夜ね、こっそり、夜他の生徒はみんな寝てるんですけど、そのゴフタワの力のせいで、で、こっそり抜け出してアバキアンと一緒に探検したんですよ。で、その閉鎖区域の方にちょっと行った時に、あれ今一瞬大人の人が見えた気がするんだよ。そう3個がアバキアンに言ったんですよ。大人まさかいるはずないなったんです。忍び込むことにしたんですよ、その、閉鎖されてる区域に。で、アバキアンがシステムいじって開けて、で、こっそり2人で入ったんですよ。で、確かに死体がたくさんあるんですよ。するとね、バケツかぶった子供が2人いたんですよ。で、この子供2人何してんのかな、本当君たちどうしたの話なんですよ。全然答えないんですけど、いたんですよ、大人が。けど本当は大人じゃなかった。俺は島田です、だその男言うんですね。島田です、島田が名字で、ですが名前なんですけど、島、どっちが、あれ、島田がすみません名前かもしれない、おそらく違いますね。ですが名前ですね、はい。島田ですっていうのがいたんですよ。で、アバキアンがね、その名前聞いて驚くんですよ。島田です、あの、なんか島田ですっていうのは死を司るね、宇宙にいる謎の生物らしい。アバキアン、島田ですのことがあんまり好きじゃないんですけど、なぜならこの島田ですの周りには常にたくさんの人間が死ぬらしいんですよ。だから島田ですのことをすごいアバキアン警戒してるんですよ。こいつには気をつけろ、サンコにもそう忠告してるんですよ。で、そんなね、島田ですが、お前、ああ、ザハサンコか。サンコのこと、その時まだ10歳ぐらいの子供ですけど、言ったらね、そのバケツ
2人のね、バケツかぶった2人の少年がね、サンコに襲いかかってきたんですよ、急に。で、サンコもうすぐ死にそうだ、1人倒したんですけど、死にそうだ、時になったんですけど、島田ですがね、なんと味方してくれたんですよ。その、もう1人残ったね、バケツの子供を殺したんですよ。でも実は、そのバケツ2人かぶってたの、子供じゃないらしいんですよ。バケツ星人っていう、別、他の星から来た男でね、実は、すごい公害に汚染されてて、その男に、その星にいる星人たちは、ずーっと背が子供みたいに小さいまんまらしいんですよ。だから本当は今のやつも38とか52歳、おっさんだったニュース。でもバケツかぶってたから顔は見えなかったんですけど。ザハサンコ、なんとか島田ですに助けてもらったんですけど、サンコは質問するんですよ。不思議そうにね、島田ですに。君、なんで僕のことを殺そうとしないの？みんな僕のことを殺そうとするのに。ん？だって、お前の骨をゲットできたら何でも願いが叶うって言うけど、俺無敵だからだ。島です。めちゃくちゃ強いんですね。謎の死を、人のね、死んだ魂をね、島です、食うんですけど、人の死を食う。だから、死が好きだから。じゃあ、お前の近くに行ったら、たくさん人が死ぬから、お前の近くにまた行こうかな、つって。で、サンコとね、この島田です、仲良くなったんですよ。アバキアンはそれちょっと気に入らなかったんですけど。で、そんな中、大木館で過ごして、で、6年後、そうやって、まだね、サンコは、アバキアンと一緒に旅しながら、いろいろ探してるんですけど、そもそも、なんでなんだろう。サンコも、実は分かってない。自分が、なぜこんな、運命になってしまったのか。アバキアンと二人で話してるんですよ。なんで、こんな運命になってしまったの。誰が、僕にね、こんなことをしたのか。なぜ僕の骨をゲットできたら、願いが叶うのか。僕の骨をそもそも、どこに持っていくのかも、分かってないんですよ。そして、誰がそんな願いを叶えてくれるのか、そんなことも分かってない。ただ、その謎を突き止めるために、アバキアンと一緒に旅をしているのが、このザハサンコなんですね。それがこの大ダークの一つ大きなテーマになってるんですよ。で、一方、さっき話しました、超巨大エネルギー企業の交流会ってのがあるんですよ。このね、会社の本社で、交流会の人間たちが話してるんですけど、そこで名前が、4人の名前が出されるんですよ。アバキアン、ザハサンコ、島田です。あと、はじめダメ丸っていう男がいるんですけど、この4人の害悪を抹殺しなければならない。交流会言ってるんです。交流会何か企んでるらしい。そして、その中でこのアバキアンとザハサンコ、島田ですが出てきましたよ。あと、はじめダメ丸っていうのも出てくるんですよ。この4人がどうしても邪魔らしいんですよ。それを消すためにね、いろんな攻撃を仕掛けて、いつもね、この島田ですのこととか追ってるんですけど、これが物語になってるんです。はじめダメ丸もね、2巻の途中で出てくるんですけど、はじめダメ丸もなんか粉々にされてね、もう体バラバラになってるんですよ。あ、こいつ死んでんのかな？サンゴたちが思ったら、目がね、開いてギョロッ！あ、こいつ生きてる！なったんです。なんか、はじめダメ丸もなんか特殊らしい。ザーサンコも特殊。アバキアンもなんか荷物だけど、まあ生きてるんですよ。人間ではないけど、謎の生物である。はじめダメ丸も謎の生物。島田ですもんですね、謎の生物になってる。こんな、まだ謎が多いんですよ。まだ2巻しか出てませんから。これからね、読むにすると、あれ？また謎がね、ドロヘドロのように色々明らかになってくると思うんですけど、ぜひね、面白いんで、この大ダーク。まだ2巻しか出てないので、簡単に、読めると思うので、ぜひおすすめになってます。それでは、さようなら。大ダークでした。